どうもゆたです。今回の企画は関越道で WRX-S4 をナンパせよの企画です。今ちょっとね関越に来てるんですけど、ちょっとあの噂の WRX-S4 の覆面を一目見たいという気持ちからこの企画が生まれましたという感じで、ちょっとねあの一目見れば満足なんで、ちょっと関越と外観をちょっと走っていきたいと思います。はいはい、ということでちょっと外観に入っていきます。WRX-S4 は外観と関越と外観、東京外郭道路だっけによく出没するらしいんで、ちょっとねあの首都高から今外観入ってで関越に行くんですけど、そのまあ本命は関越でちょっと見つけるのが本命なんですけど、ちょっと外観も通るんで外観にも現れるっていう情報をあの入手してるんで、とりあえずね外観通って関越入って、でただ止まって待つことができないんで、もう運命を祈るしかないんですよね。あとは三好だったか、パーキング三好かな、三好かなんかで1回パーキングで止まってっていう感じですよね。
換できねえか。できんのかな。どこで U ターンするんだろう。外観と関越をずっと回ってるから、青い車が後ろに、あれは違うな多分。どうやって U ターンしてんだろうな。 U ターンスポットが分かればいいんだけど、あの鶴ヶ島、県は鶴ヶ島かな。
よし、時間がないから行こう。オーライ。いるかな。ちょっとね、お金もったいないんだけど、川越で U ターンしようかな。
あったから俺の目線では見えたけど、いやー悔しい、くそー、あ、いた、いたけど大型のところに止まってる。捕まえてたと多分。うわぁ、ランエボちゃんを捕まえてた、あれエボちゃんを、エボちゃん捕まえてたね。あら、エボキュウちゃんやられてたわ。ちょっとあれ出撃するの待つか。ちょっと大型のとこにいたから、さすがに大型のところには止められないよね車。うわー、ちょっとあれ出撃するの待つしかねえべ。ちょっとさすがにあれ降りてって歩いてってナンパするのはちょっとなんか勇気がいるね。ちょっと捕まってもないのに話しかけに行くのは、しかも横で捕まえてて仕事してたからちょっと邪魔になっちゃうよね。何もしてないところだったら突撃しに行ってもいいんだけど。うわー、ちょっと待つか。動き始めたぞ。動き始めた。いたぜ。いた。いたな。ちょっとすいません、ナンパできる勇気ありませんでした、すいません。よっしゃ、いたぜ。もう川越で降りちゃうんだろうな、あれ。バッチリでしょ、取れ高。
そうでしょ。